目が滑る文章&小物でごめん。昨日、初売りに行ってきた。お目当ては実用品の袋詰め。毎年、私は実用品をその袋詰めで1年分確保するので早起きして並んだ。一番で行っても、ものすごい人の数がワゴンを囲んでいて、詰めながらだと邪魔になるので。ある程度、物を確保、ワゴンから離れて、他の人に場所譲る、少し離れたところで詰めるという流れだった。たまたま隣にいたおばちゃんと、うまく入れてるわね。なかなか厳しいですけどね。なんていう会話をしていたら出ましたセコケチ。それ、余ったのもらってあげるですって。これが噂のセコケチか。ちょっと感動。と一瞬思いましたが、入る分だけ持ってきているので大丈夫ですとしか言えなかった。自分のバカ。去り際にセコケチに舌打ちされてもやっとしたけど、可愛い絵を狙って言ってるので早起きの手間をケチんだ。と思った。レジでまたそのケコケチに遭遇したけど、その人が手にした袋からパンツの花が咲いていた。けどレジ店員に、それは入ってることになりませんとアウトの判定をもらっていた。なんか言い訳してどこか行っちゃったので、その後は知らない。